成しかけている。エボシタイガさんの阪神時代のコンタクト率が異次元すぎる。エボシのバットコンタクト率 42.9%、 セリーグの100打席以上で1番当たってないバレンティンで 69.6%。 ちなメジャーでコンタクト率が低すぎると騒がれた楽天ブラッシュ 55.0%。 ルーキー時にエボシ2世だと騒がれてた楽天田中和樹のルーキー時 59.5%。 これが大学では首位打者取ったんだけど、それは4年秋で、それ以外は全部2割前半。倍の方が当たりそう。逆に当てられたやつは引退しろ。守備の人やろ。永遠のミート G。 結局ブラッシュは NPB でのコンタクト率どうなん？ 66.8%。 でも当たった時のスカッと感が癖になるよね。福留から絶賛される外野守備と肩の強さ、阪神でトップクラスの足の速さ、打撃練習だけで金が取れると解説陣から絶賛されるパワー、そら人気選手ですわ。FA までハムに育ててもらったらどうか。草。リズム感いいね。同じコース同じボールで草。マジで1球だけを繰り返してる自負かと思った。おもちゃかな。これ好き。リズムゲームみたい。こいついつも3回同じ球で三振してんな。カウントだけ変わっていくわ。破体験リプレイちゃうんか。三振三振言われてたけど、こんなに綺麗に三振するとは思わなかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。コミュニティ投稿のアンケートなどにも参加してみてくださいね。